平野市要定陸デビューで描く兄弟の新たな小家族個人事務所本店捨て間際く絶対切れない絆。日本のエンターテインメント界においてナンバーアイの一員として成功を収めた平野紫耀が弟である平野陸とのコラボで新たな一歩を踏み出します。この記事では 兄弟の家族愛や個人事務所の舞台裏、そしてかつて浮上したステマ疑惑に迫りつつ、彼らの絆が新たな成功を築く手がかりとなる可能性に焦点を当てます。家族兄弟の絆。平野兄弟は幼少期からダンスやラップに情熱を傾け、それぞれ異なる分野での成功を収めてきました。 ジャニーズ事務所に所属していた仕様が脱退し、神宮寺勇太や騎士太とと共にエンターテイメント会社、トべ、を設立し、ナンバーアイを結成。その一方で、弟のリクはアパレルブランド、RKS リキィを設立し、アーティストとしても再出発しました。両者は違う分野で活躍しながらも、兄弟の絆は揺るぎません。 愛知県名古屋市で開催されたグルメイベント、キッチンカーフェスティバルでは、家族ぐるみで参加し、仕様は陸の応援に駆けつけました。インスタグラムには、お互い頑張ろうねん、というコメントとともに、兄弟のツーショット写真が投稿され、その中の良さがファンにも伝わりました。ステマ疑惑の影。 一方で、家族ぐるみのサポートが過ぎてしまい、仕様には過去に捨て間疑惑が浮上したこともあります。ジャニーズタレントが家族や知人のビジネスを公然とプッシュすることは通例でなく、これが問題視されました。仕様がリクのブランド RKS リキーの服を公式ブログで紹介したことが二度にわたって起きました。 これにより、ジャニーズ事務所からの注意も、覚悟の上で、リクのビジネスをサポートしようとした可能性が浮上しています。仕様がジャニーズを辞めたことで、これからは堂々とリクのブランドを宣伝できるかもしれません。個人事務所との共通点。仕様、神宮寺、騎士の3人は、それぞれの個人事務所を設立し、戸辺に合流。 興味深いことに、これらの事務所の本店の登記住所は、リクが代表を務めるアパレル会社、株式会社 R と同じく愛知県名古屋市となっています。これにはダンススクールも含まれており、リクは現在もインストラクターのアシスタントとして関与しているようです。 一部の情報では、株式会社 S、平野の,の法人等規模には、ダンススクールの運営及びダンスインストラクターの要請及び派遣が記載されており、今後、仕様がダンス教室を開く可能性も囁かれています。音楽活動の再開と未来への展望。仕様のジャニーズ脱退と飛べ入りと同時期に、リクもアーティストとしての活動を再開。 そして、12月20日に発売されるファーストシングル、ダウト・イットで CD デビューを果たします。一部では、ナンバー・アイも2024年初頭にデビュー曲を発表する可能性があると報じられており、兄弟のアーティストとしてのコラボに期待の声が広がっています。 陸クが音楽活動を再開した背景には、兄である紫陽と共に活動したいという意欲もあるようです。戸部社長の滝沢氏が名古屋を訪れた際には、仕様の家族とおぼしき人物たちと共に食事していた様子が報じられ、陸クもその中にいた可能性が考えられています。 平野兄弟と戸辺のメンバーたちは、家族や個人事務所を通じて密接な関係を築いています。これは単なるビジネス関係だけでなく、互いにサポートし合い、新しい挑戦に共に取り組む姿勢を示しています。仕様のジャニーズ脱退後も、兄弟はお互いを支え合い、共に成長し続けることでしょう。彼らが描く未来には、ますます注目が集まります。 い番